テレ東ビズ。5月19日水曜の夕方4時からテレ東ビズ誕生祭をライブ配信いたします。おととし7月の参議院選挙で地元議員らに現金を配り買収したとして公職選挙法違反の罪に問われている元法務大臣の河井克行被告の裁判が今日で結審しました。証言台に立った克行被告は、私が行ったことはいかなる理由があっても許されない、心からお詫びしますと謝罪しました。その上で児童虐待の役に立てればと700万円を寄付したと述べ、逮捕後に受け取った自身の歳費、つまり給与の一部を寄付したと説明しました。議員としての職責を果たしていない期間も給与を受け取っていることに対する批判を受けての対応とみられます。でもそもそも有罪になっても国会議員って給与ってもらえるの？今日はこの点に注目したいと思います。国会議員の給与は一般の議員だと通常月額で129万円が支給されています。これに加え文書通信費が月々100万円、ボーナスにあたる期末手当を年間で630万円と1年間で合わせておよそ3380万円を受け取っています。国会議員の給与を定めた法律では、任期満了、辞職、退職、または除名の場合にはその日までの歳費を受け取るとあります。つまり逮捕や起訴どころか有罪判決を受けたとしても議員を辞めるまでの期間は給与を受け取ることができるんです。克行被告は4月の辞職まで、先に有罪が確定した妻の案里元議員も2月の辞職まで給与を受け取っていました。これに疑問の声が上がっています。案里元議員は自身の選挙について有罪判決を受けたため選挙無効、つまり議員であった事実自体がなくなりました。それにもかかわらず議員としての給与およそ4900万円が支払われているのは不当だとして、弁護士らで作るグループが歳費は返還すべきだと主張しています。当選が無効となるということになるとですね、初めから議員としてのですね、身分を有してなかったということになります。そうすると議員として、議員に対して支払われる歳費というものを支払う理由がない、それは民法上でいうですね、不当利得ということになりますので、国はその不当利得返還請求というものを請求権をですね、行使するということになるとなるべき。問題は国会議員の給与の返還に関する法律がないことです。地方公共団体のですね、質に関してはですね、現在住民監査請求、住民訴訟という制度がございます。住民であれば、住民監査請求を起こして、それが認められなければですね、住民訴訟を提起するということができます。ところが国の質、公金質に関してはそういう制度がございません。ただわずかに、会計検査院法でですね、審査要求という制度があります。私どもは今回この審査要求制度にのっとってですね、これらの公金質の違法不当をですね、訴え、これの是正を求めると。国会議員には給与の返納の義務はなく、仮に返納を望んだとしても国への寄付に当たるとして法律で禁止されています。そのため弁護士らは税金の使い道をチェックする機関である会計検査院に対して審査要求書を提出しました。こうした状況に国会でも動きが出ています。当選無効になった議員の歳費返還などを可能にする歳費法改正に向け、自民公明両党は協議を始めることで一致していて、自民党はプロジェクトチームを近く立ち上げるとしています。また立憲民主党も党内に作業チームを設けていて、有罪確定前の起訴段階でも理由なく国会説明を拒否すれば歳費の支給を止める措置を含めて検討するとしています。
今日の東京地裁ではくしくも克行被告の裁判と同じ時間に衆議院議員の秋元司被告の裁判が行われるなど国会議員の政治と金をめぐる問題が相次いでいます。次の衆議院議員選挙が近づく中、国会議員の歳費の在り方に注目が集まっています。5月19日水曜日の夕方4時からテレ東ビズ誕生祭をライブ配信いたします。経済ニュースについてのトークセッションや朝のマーケット番組モーニングサテライトのゲストも参加して、オンエアでは伝えきれない株や為替についての情報もライブでお届けします。テレ東ビズアプリとウェブおよび YouTube チャンネルで配信いたしますので、ぜひご覧ください。